今日お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、今日は肩甲骨と首でしたけども、いかがでしたでしょうか。はい、うん、そうですね。今日4回目なんですけど、首肩周り、肩甲骨周りは、3回目とかで、ちょっと復習も兼ねてって感じだったんですけど、やっぱり、ちょっと間を空けるとまたちょっと感覚がずれてたりってなったので、また今日ちょっと再確認が、できたのと、はい、やっぱりちょっと癖でどうしても手押し系になっちゃうので、やっぱり体幹っていうか少しこういう、ゆったりこう、体幹圧でね、体幹圧で一緒になっちゃうんですけど、はい、体幹圧をちょっとこう少し分かった感じがして、そうね、受けた感じで、あ、全然違うとかってね、さっき言ってましたもんね、はい、ドーンとくるやつって言ってね、全然変わるでしょ、本当受けててもね。そうですね、受けてみて、さらになんか、こうなるんだっていう感じで、ギュッともうストレートに圧がってかけるよりも、ゆったりこう、なんて言うんでしょうね、体重を乗せるって結構簡単なので難しくて、私にも、その方がむしろもうがっつりグワーンと入ってくる、あ、そう、グワーンと入ってくるんですよね、はい、があったので、はい、そうですね、それが勉強になりました。自分もちょっとまだ完璧にできないですけど、いや、でもすごく上手ですよ。もう上手なの。なんかて、はい、ちょっとそういうのも体験できて、少し、できたので良かったです、はい。はい。どうですか、年間講座入ってみて良かったですか。良かったです。良かったですか、はい。はい。ありがとうございます。まだね、1年間ありますから。はい。はい、いっぱいたくさんね、はい、いろいろやっていきましょう、はい。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。